皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。今年の桜を見る会、昨年3月のことです。2日で1億円稼ぐと言われるキャバ嬢が桜を見る会に招待されたと。 マスコミが大騒ぎしました。でも本人はビビってました。だ、本当は招待されてないんですから、名古屋のキャバクラ店に勤務し、日本一売り上げると名高いエンリッケこと、小川入り32、彼女が嘘をついていると証言するのは近しい関係者の、彼女が招待されたと語った、 桜を見る会は、首相が主催して、各界で功績のあった人たちが招かれる歴とした、公的行事。招待客の選定方法の不当、安倍晋三首相、65、が、ホテルニューオータニで開いた、前夜祭りの費用の出所を埋め現実批判の声が絶えない。英氏が続ける。関連記事。 坂が桜を見る会一度断ったらもう呼ばれなくなった。彼女は招待状を偽造したんです。私自身が偽造を手伝わされました。まず、別人宛の招待状の封筒を手元の宛名を修正液で消し、彼女の本名を印刷した紙を貼り付け、粗雑なで招待されたことを、 SNS でアピールするためのものだったので十分でした。問題は当日の会場受付で提出しないといけない受付表でした。うまく作れず彼女は不客でもあり裏業界に詳しい経心。20万円で偽造の招待状を買いました彼女の所属事務所に 問い合わせ不可解な回答が返ってきた。昨年の桜を見る会に小川は参加しており、合わせまして偽造の事実もございません。実際には彼女は2018会場で撮影した片山さつき参院議員とのツーショットを SNS に上げている。そして、 混乱を避けるために時間をずらして会場に桜を見る会には参加できなかったともわざわざ記しているのだ。A 氏は写真では、教彰リボンを身につけ、記念のマスを手に持っていますよね。受付表と交換で手に入れるものですから、偽造招待状を使用して、 それが後ろめたかったのかもしれません、ね。2019年の桜を見る会にも参加したことを SNS 上に公開しているが、A 氏はその、エンリケとともを分かった2019年のどういう経緯で彼女が入場できたかは分からない。首相主催の行事に、 本当に偽造招待状が存在するのか。文書偽造の世界に詳しい関係者はこうを語る。今年は1万8000人が来場したと言われている。偽造屋立ちと話すと、1000枚以上は偽造されたんじゃ。入場時に名前の称号があるわけでもなく、バレる恐れもないから作り放題。公文書じゃ偽造が発覚しても、 微罪で済むからね偽造士は手間の割に身入りが少ない。近年は廃業する者も,も多かったという。その救世主となったのが桜を見る会グレーなビジネスをしていて、この会に参加する。自分に箔付けしたい人間は山ほどいる。山口組系のフロント企業が窓口になって、 そうした連中に偽造招待状を売りさばいていた、全室、偽造関係者で、偽造招待状の相場は、どれくらいなのか、値段は、ピンキ、タダで融通することもある。一見の客なら、これは、簡単に作れるものじゃないと、嘘吹いて、20万円とふっかける場合もある。偽造紙は手間賃しか取らない。 ほとんどが利益になる反射勢力の連中は笑いが止まらない。当然偽造招待状運営側に見破られることはないという。専門の紙屋で本物と同じ紙を手に入れ。書体も完璧に揃えるからね。番号入りの受付票を偽造するのも簡単だよ。当然。 桜を見る会を国会で追求する日本共産党の田村智子参院議員54が行き、桜を見る会の招待方法は、人数の上限も、名簿のチェックもまともにしない、ずさんなおかげで総理推薦枠などの特別枠が乱用されて、 本来の趣旨とは異なる参加者がの放図に増えてしまっ偽造の招待状が事実だとすれば安倍さんが先頭に立って参加者を増やしてきたことが原因でしょう一方党の安倍首相は連日の桜を見る会への批判が吹き荒れる中11月12日の夜には 一人十万円はする高級ステーキ店に姿を見せた。会食相手は、名優の麻生太郎財務省、79、や2階、俊博幹事長、80、をはじめとすると三役など。同席した、河村武夫元官房長官、77、によると、食事中は、首相の父、 安倍晋太郎元外相などにまつわる昔話や選挙区の話ばかり。桜を見る会について誰一人話題にしなかったそうです。政治武記者政権が散るのも意外に近いかも。週刊フラッシュ2019年12月3日。